今チンチラのプーちゃんが発情期中ですごい暴れるんですね。問題は深夜帯なんですね。夜中ね、もう大運動会なんですよ。ケージの中で下から上までブワーって走り回ってるんですね。でその騒音が僕が寝ているところまで響いてくるんですよね。ダーンってすごいんですよ。なので今日はその対策をしていきたいと思います。はい。でその騒音なんですけど、いろいろね、僕このケージ見てたんですけど、プーちゃんが今もそうなんですけど、上から下に歩いていくときにこの開け閉めする扉の部分なんですけど、これってこことここでしか固定されてないんですよ。でこの扉がプーちゃんが走ることによって微妙に前後に揺れるんですね。でそうするとこれ上固定してて開きはしないんですけど、こんな感じになるんですね。すごいねプーちゃん激しいね。はい、こんな感じのガン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 っていう音が響くんですよ。これは上も下も一緒ですね。下の方でもガタ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 言うんですよね。でこのガタガタ言っているところが接触している面っていうのが、まず一つはこの部分、この上にある固定されている金具の部分と、あともう一つは開けた時に分かるんですけど、おお、プーちゃん危ない。ごめんね。ここで扉を支えてるんですね。だから、おお、プーちゃん、下から出た方がいいよ。下から出た方がいいよ。この支えてる部分に扉が当たって、こういう音を出すんですよね。で、鉄と鉄同士だから、ガツ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 音が出ちゃうのはしょうがないんですけど、もうちょっとね、この鉄の部分が当たっても音が緩和されるように、今回は微振動減衰っていう商品を買ってみました。これを、この鉄が接触している部分に貼り付けて、音を軽減したいと思います。この微振動を減衰するためのシートなんですけど、これスポンジかと思ったらゴムみたいですね。これをこんな感じで貼りたいと思います。であまり大きく貼ってしまうとプーちゃんがこれに気づいて噛んじゃうので、なるべく噛まないようにつけてあげます。両面テープになっているので貼るだけですね。はい、これでおしまいですはい、多分これでだいぶ軽減できたと思うんですけど、どうでしょう。まあ、鉄っぽい音はしなくなりましたね。あ、これよく見たら上だけじゃなくて下の部分も当たってるかもしれないですね。上の部分は改善されたんですけど、下のこの部分もこう当たって音が出ますね。これはちょっとなんとかしないとね。下もか。じゃあここの鉄の部分、この出っ張ってる部分ですね、ここに貼りたいと思います。この部分に関してはプーちゃんがケージの中からかじることは不可能な部分ですね。これで大丈夫かな。鉄同士が接触してる音はしなくなりましたね。ちょっと鈍い音になりました。結構鉄が響いてる時の方がカーンっていう音がしてひどかったんですけど、これだったらまだ許容範囲内ですかね。まあ、全体的に若干きしむのはしょうがないですね。じゃあ同じく1階部分も取り付けたいと思います。1階も同じようにつけてみました。どうかな音。あ、良さげですね。というかゴムをつけたことによってこの扉と裏の金具の隙間があまりなくなったので全然音しなくなりましたね。下は今まではこれがこう振動して後ろ側の金具と当たってガチャ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 言ってたんですけど、それはなくなりましたね。ケージの上の部分に関しては
若干ここ隙間があるから、それでまあ多少カツカツは言うんですけど、今までと比較すると全然音違いますね。下は全くガタガタ言わなくなりました。あ、これだったら大丈夫かな。今僕の力でこう揺らしててそんなに金属音がしないので、一旦これで様子を見てみたいと思います。多分だいぶいいと思うんだけどね。この金属音するとしないでは全然違いますよね。このきしみ音みたいなのはもうしょうがないです。これはもう全体的なものなので、とりあえずここと1階の扉の部分の音がしなければ多分だいぶ騒音問題軽減されるんじゃないのかなと思います。プーちゃんケージの中で元気に走り回ってくれるかと思ったらおとなしくなっちゃいました。今部屋でちょっと走り回ってたから疲れちゃったのかな。まあ、これねプーちゃん今おとなしいんですけど、本領発揮は深夜帯なので、まあ、この状態で夜中どうなるかですね。もしまた音がひどかったら追加で何か対策を考えたいと思います。とりあえず様子見ですね。